今日は、これ、批判もあると思うし、個人の勝手でしょってもあるし、実際の話、どうでもいいじゃんと思う話です。だから、最初に言っておきます。今の時点で見るのやめても大丈夫。車の話です。RV 車。おっと、よれてる。そろそろスウェットも買い替えないとね。おっと、本題に戻ろう。RV 車。RV 車の前に、車の前に、車がありますよね。このエンジンの前に、金属があるのが、ないですか？そのね、シールドみたいに防御、エンジンをカバーする鉄パイプのでっかいのみたいなやつ。これ、動物とか、跳ねる、ほら、レースとかで、声をブンブン、ブンブン、ドパーン、ドゥン、ブーン、ブーン、ドパーン、シュッキュー、ブーン、ブーン、ブーンって、こうラリーをしてるときに、たまに動物がビューンと出してきて、バーン跳ねたときにエンジンぶっ壊れるんですよね。そのとき、ね、まあ、ラリー用じゃないけど、まあ、アメリカの荒野とかブーン走ってると、たまに動物がビューン飛び出して、バーンって跳ねてエンジンぶっ壊れるんですよね。まあ、そういうときのための、エンジンガード。なんですよね。まあ、道なき道を行くときも必要ですけどね。木があったら壊れるから、ドーンって。まあ、そういうときのために、エンジンとか守るために、金属を、パイプみたいな太いやつがあります。こうブワーンって飛び出してもバーン、ブーン、バーン、ブーン、ブーンってね、いけるように。これ最近見なくなったけど、たまにだけどまだつけてる人がいるんですよ。おしゃれなのに、確かにかっこいいし、ごついし。まあ、それを言っちゃうと、ハマーとか乗ってる、ハマーも走ってるし、大型トラックも走ってるし、バスも走ってるし、あんま意味がないと思うんですけど、でもね、俺、おしゃれでも、つけて欲しくないんです。あの金属のエンジンガード。これはもう個人の趣味だし、まあ仕方ないし、まあ、あれこれ言えるもんじゃないし、悩みどころなんだけど、俺好きじゃないです、あれが。なんでかというと、あれがあるってことは、人跳ねたって人死ぬってことですからね。例えば、トヨタとかの何でもいいですけど、最近の車って全部ボンネット柔らかくしてます。人を跳ねた時に、ボンネットで吸収して、衝撃を吸収して、人が死なない、死ににくいように設計してるんです。それに比べて、エンジンガードとかは、車を守るために作ってあります。だから、ぶつかった相手のことを破壊して、車を守るように作られてます。まあ、当然、エンジンが壊れないんだからね。エンジン壊しても知らないんですから。まあ、ちょっと、作り方の設計思想が違うんですね。だからね、この日本でそんなバンパーは必要かいと。バンパーっていうか、エンジンガードは必要かいと、この日本で。この日本でそんなのが必要なら、北海道ぐらいなもんだよと。うん。ほとんど必要ないんですよ。北海道は確かに必要かもしれないけど。まあ、稀にどこでも必要ですけど、まあ、動物飛び出してくるからね。でもまあ、そこは、飛び出してくるのは動物より日本の場合は人間が多いと。飛び出してくるのは、ここの場合は本当にアメリカとかと違って日本は人が多いんですよ。飛び出してくるのは人が多いんです。だから、自分のためにも、おしゃれで確かにかっこいいし、ごついし、幅乗ってる人から見ても何言ってんだこいつと思うかもしれないけど、日本で一番飛び出してくる動物って人間なんですよ。特におじいちゃんおばあちゃん子供が飛び出してくる動物の第一なんです。カンガルーじゃないんです。カンガルーガードはいいんですけど、飛び出してくるのは人間が一番この日本では多いんです。ってなわけで、これ大嫌いなんです。もちろん、そこは、個人の趣味でかっこいいし、ごついと思いますし、ハマー乗ってる人に何もいません。ついにそんなこと言っちゃうと、バスや、大型トラックなんかもう、問答無用で人跳ねたら助かるもらう、安全設計もあったもんじゃないですね。そこわかってます。そこわかってます。わかってますが、言わせてください。なるべく、RV 車にあれはつけないでほしいな。あれ痛そうなんだもん。当たったら出たら死にそうなんだもん。もう一回言います。日本で一番飛び出してくる動物っていうのは、おじいちゃんとおばあちゃんです。飛び出してくる、一番飛び出してくる動物は、おじいちゃんとおばあちゃんです。これだけ言って終わります。チャンネル登録をよろしくお願いします。下の方に、ここに、この辺にチャンネル登録っていうのがあります。このチャンネル登録をしていただくと、私と、
お友達になって、私があげる動画がいつも最新のやつがアップされ、されたらお知らせが来ます。そして、私は嬉しくなります。現在私300をやっと超えました。で、ちょっと嬉しいです。で、他の人たちを見ると、1万とか、まあ、そんな人たちばっかり見てると、何か、くそ、なんかいいな、と思うんですよね。今、だから1000人を目指してます。ぜひ、お願いします。大塚でした。